産業技術総合研究所のフィールドロボティクス研究グループは、小型・軽量パーソナルモビリティの開発を行っています。名前はですね、産総研マイクロモビリティというふうに呼んでおりまして、で用途としてはですね、自転車の代わりになるような近距離移動ですねを楽にですね行えるようにということで開発をしておりまして、でちょっと今現状自転車よりは時速としては遅いんですけれども、時速 5.5 キロですので、人が歩くよりも少し速いぐらいの速度で、こういう非常にコンパクトな乗り物が開発できたというふうに思っています。このマイクロモビリティはセグウェイと同様に重心移動で前進および後進ができます。回転するには右手側にあるジョイスティックで操作します。ですので、それを両方組み合わせると、こう前に行きながらこう回ったりとかですね。というような、こういう動きが自在にできると。まずですね、研究としては、大体こういう移動するその制御のところは、もう大体研究が終わっておりますので、これからはこういうセンサーをですね、実際つけて、で例えば人にこうついていくような制御とか、あと2台3台がこう隊列でですね走行するような制御だとか、そんなところを今やっているところですけれども、あとはすでにできてますけれども、障害物を検知して安全に止まるところとかですね、そういうのができないとなかなかこう人混みで使うときにやっぱ危ないもんですから、そういう技術をですね使えるときに安全にで使用するための技術っていうんですかね、そういうのを今やっているところです。レーザーレンジセンサによる障害物検知、回避機能のほか、サスペンションによる衝撃吸収機能や荷物運搬機能なども有しています。2010年1月にはつくば市が搭乗型移動ロボットの公道走行実証実験特区に認定されており、今後は公道での走行実験がスタートする予定です。そうするとこれからもどんどんこういう、モビリティのですね市場を目指した企業がですねどんどん参入してきて、こういう市場が活性化するんじゃないかなというふうに考えています。 Digging for News。